池田長発横浜佐交団パン施設団とは、池田長発を制し、聖子、河津助国を、副市、河田博史を目付とし、文久3年12月29日から源氏元年7月22日に、かけて幕府がフランスに派遣した外交団である。第二回剣王施設、池田施設団とも呼ばれる。施設団の目的は、 開口上だった横浜を再度閉鎖する交渉を行うことであった。公明天皇は文久3年5月10日に上位直命を発しており、これに従って幕府は5月9日に各国公使に対して開口上の閉鎖を通達するが、諸外国は当然これを拒否し、幕府も9日後にはこれを撤回していた。さらに、下関事件や撮影戦争、フランス士官、 カミ殺害事件等が起きて、諸外国との圧力も高まっていた。このような状況で、幕府は、上位派を懐従するため、江戸に近い横浜の閉鎖を交渉するために、施設団を派遣するが、もとより達成不可能な任務であった。なお、施設団の目的には、フランス士官殺害事件の賠償交渉も、含まれていた。スフィンクス像前での池田施設団。 1864年。一行は、文久3年12月29日に、フランス軍艦ルモンジュ号で日本を出た。上海やインド等を経由し、スエズからは陸路で、カイロへ向かい、途中ギザの三大ピラミッドとスフィンクスを見学し、写真を撮っている。その後地中海を通って、マルセイユに入港した。パリに着いた一行は、皇帝ナポレオン三世に越見した。 しかし、横浜の左幸に関する交渉は、横浜を対日貿易、交渉の拠点と考えるフランスの抵抗にあい、失敗に終わった。また長髪自身も、西洋の文明の強大さを認識して、開国の重要性を感じ、交渉を途中で打ち切り、5月17日、フランス政府とパリ役場を結んだ。一行は、他の国には寄らずそのまま帰路につき、 同年7月22日に帰国した。一行が出発した時点では、関門海峡は、長州藩に封鎖されており、帰国時も封鎖は維持されていた。一行の帰国直前の6月19日に、英仏乱舞の4カ国は、海峡封鎖が解かれなければ、武力行使を実行する旨を幕府に通達していた。パリ役場には、 関門海峡を3ヶ月以内に通行可能にする条項が含まれていたが、幕府は役場の内容を不満として、批准を行わず7月24日に、これを破棄した。このため、7月27日に、四国連合艦隊が横浜を出港、四国艦隊下関砲撃事件が勃発した。なお、文久拳王施設の際と、同じく、 施設の写真をナダールが多く撮影している。ナダールの子息と池田施設団の一行。左は谷津勘四郎、右は斉藤二郎太郎。ありがとうございます。